どうも、侍翔です。今回は久しぶりの企画、殿堂入りしたボケてにツッコミを入れていくシリーズを相変わらずやっていきたいと思います。今回で第9弾になりますね。少しでもこの動画がいいなって思っていただけたり、このボケてシリーズ定期的にまた見たいって人がもしいたら、チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。マジすげえ励みになるんで。ということで早速見ていきましょう。これだ。密着取材3日目。あ、これはテレビとかでよくある密着取材のことですよね。無罪放の密着。お前よくこんな3日も耐えたな。午前2時35分頃、男が包丁のようなものをオーナーに突きつけ、僕ドラえもんですと脅す。何を言うてんの？おめえの席ねえから。うわ、ひど。今みんなで必死に探してっから。100点のクラス。うわ、これは今にも車にひかれそうになってる、ちょっとやばい場面ですけど、これさあ〇〇だ、これに当てはまる言葉が、はっ、さっき引いたやつだ。どんな展開やねん。全然大丈夫、早く二次会行こうぜ。これはなんか飲み会とかでよく聞きそうな会話ですね。これね、全然大丈夫って言ってるんで、まだそんな酔っ払ってない。ん、全然大丈夫ない。もう全部出ちゃってる。〇〇の人の顔つき。親にパソコン貸してる時の人の顔つき。人生最大の危機。これはなんか赤ちゃんがめっちゃ叫んでそうですね。すごい写真から必死感が伝わってくるんですけど。早くしろ、パンパスが限界だ。鬼改弁。あー、なんかプーさんがいつも手に持ってる蜂蜜が割れてますね。これ子供が割っちゃったんかな。なんかそれについてプーさんが子供に言ってますね。俺は国産つったの。おー、蜂蜜へのこだわり強。これは少女がカゴに入ったトンボを、まだ汚れを知らない綺麗な瞳で見つめてますね。お前に助かる道はないで。うわ、めっちゃサイコパス。あー、なんか子供が泣いてるけど、なんか悲しいことでもあったんかな。ビア。しばくぞ。落ち着け、今までの練習を思い出すんだ。いや、ろくな練習してきてない。次回、泣くなご飯。うるせえぞ。いや、ただのクレーム。